ましょう。ポッポーのパ。1、2、3、4、5、6、おまけのおまけのしっぽぽっぽぽっとなったら終わりましょう。ポッポーのパ。かわいい。お、あつあつのお芋さんです。あつあつのお芋さんにさ、なんか顔つけたら。顔？なんで顔つけたら熱々でやけどしますかな。あ、いい香り。これどうかな、火が通ってるか。チェックチェックしよう。おお、バッチリだ。できた？うん、火が通ってる。あ、これはね、まだここからクリームにしていくよ。これは熱で、後で食べよう。どうやって取ろうかね。あちち、これ美味しくできたら今度持ってってあげようね、エイカちゃんたちにね。みんなで食べると美味しいでしょ。こうなっちゃった。なになに。ああ、壊れちゃったの。でも簡単にできるよ。ここ持ってきて。じゃあさ、ママがさ、それ直してあげるからさ、お芋さん潰してくれない？これで。いいよ。ありがとう。お芋さん、熱いうちに潰さないとね。ちょっとお待ちよ。緊急事態だよ。はい、CD じゃん。これにバターと牛乳入れよう。すっごい美味しくなると思うよ。それで潰して。これね、ここが取れただけよ。さ、丸と丸のところに入ってただけ。あ、うまいうまい、ありがとう。どう、ちょっと取りやすいから気をつけて。ここ置いとく。あっち、あっちいいよ。ここにバター入れようか。すっごい美味しいよ。うん、いい香り。バターのね、さつまいもが熱いからさ、それでさ、バターが溶けるから。ほい、混ぜて。うん、よし。あ、お砂糖入れようか。いっぱい入れたね。うん、スーちゃん好きでしょ。うん。そしたら、これはウィンってやるとして、これにこの中のクッキーを全部入れてください。いいですよ。1個だけ食べていいよ。だから絶対1個だけ。絶対1個だけ。どうぞ。数が合わなくなるからね。開けて、入れて、ゴミ粉の中に戻して。今ゴミをここに捨てた。あ、間違えちゃった。いいよ。あ、ゴミをそこにまとめてくれてんのね。ありがとう、ありがとう。ぽい。食べていいよ。これだけ食べるみたいだ。できる？硬い感じでいい。手でもいいよね。おいしい。素朴な味だよね。うん、味見を匂いとこ。もう一回食べたかったでしょ。うん。あ、あった。うん。OK。 危ないから向こう置いとこう。じゃあこの中に卵1個割ってくれる？いいよ。あ、ちょっと待ってちょっと待って、すーちゃんが卵割ってくれる。可愛いから取っていい？うん。早くしないとやっちゃうよ。これね、あとこれを味に使う。いい香り。次吸って。うん、しっかり混ぜて。どう？うん、おいしい。おいしい。よかったよかった。オッケー、いい感じになってきたな。そしたら一回手を洗って。油？うん、油。お、ちょっと入れすぎた。OK、綺麗になったかな。拭き残しになったな。OK、うん、では、
き詰めていきます。少ないね。もっと遅くして。これでやっていくよ。じゃあそれでチン。うん、これで焼くんだよ。チンしよう。焼いて固めます。もう夜になっちゃった。もう夜になっちゃったね。おいしい。どうしようね。これだけで食べたいぐらいだけどね。もっと美味しくなるから待っててね。また痛い。また痛くなっちゃった。すーちゃん今ね、手足口病なの。保育園お休みしたのな。もうお熱がなくてすっごい元気なのにね。だから遊びたくてうずうずしてるんだよね。だけど一応やっぱり保育園お休みしてさ、手足口病にかかってるからお外に行けないから、ママとお部屋でクッキングしておりますせ。いい時間の使い方だね。かわいそうに早く治るといいね。口の中に口内みたいなのがいっぱいできたのよね。全然ご飯食べれないんだよね。元気なのにね。お熱もないしね。本当いいよね。次はクリームチーズ。クリームチーズ？うん。食べたい。クリームチーズはここに入れまーす。食べたい。お願い。食べたい？お願い。じゃあお手伝いしてくれる？してくれるよ。甘い？甘くないでしょ？チーズだから。酸っぱいでしょ？チーズ。そうそう。ねりねりしてて。ねりねり。違う、くれたんじゃないよ。これも一緒に混ぜてって。これにお砂糖入れて、ほら見て、出来上がってるよ。熱々だから。レモンやってるやつ。すっごい美味しくなった。レモンの入れた方が好きだったでしょ。あ、ちょっとダマが残ってるけど、まあいいっしょ。この後クリームのせてまた焼くから。できるまでの間だけど、さっきの食べる？お芋さん焼いたの。うおー、あ、おつゆがすっごい美味しそうに出来て。食べる？さつまいもの歌あったよね。じゃん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 、焼き芋焼き芋土の地。あ、違う違う、焼き芋焼き芋お腹がぐらい、焼き芋焼き芋お腹がぐらい、食べたらなくなる何もパーソーで、焼き芋なんて絶対グッチンパーだ。この後ね、まだもう一回焼くんだよ。クリームなしで。焦げてない？焦げてない。もうちょっと焦げたら教えて。上に茶色のが出てきたでしょ。うん、ほっか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 、チチムチ、食べたらなくなる何もパーソーで焼き芋、また痛いの。早くお口の痛い痛い治るといいね。治ったらさ、うん、保育園行く。うん、そうだね。保育園行ってもご飯食べれないもんね、今ね。早くお友達と遊びたいでしょ。早くさ、お外で遊びたいでしょ。
今遊べないじゃん。早く直してください。おお、あ、焦げちゃった、端っこが。あららら、これは香ばしいわ、周りがな。炭になっちゃったな。炭って？うん、真っ黒になっちゃった。この上にさ、クリームを乗せてまた焼こうと思ってたけど、クリームだけでデコレーションしよっか。じゃあこれ冷えるまで待っとこう。ちょっとここで冷まします。その間にパパが帰ってくるから、夜ご飯にしよう。うん、たこ焼き。うん、今日たこ焼きにしようね。食べれるかな。食べれるかな。食べてみ。パパ、うん、頑張るじゃん。なんだ、頑張るじゃん。どんなんだったな、あなた。小さ頑張るよ。そうだね。あ、そうだ、とんかつもある。食べるぞ、頑張るじゃん。たこ焼きととんかつです。なんでたこ焼きととんかつなの。もともととんかつ用意してたんだよね。そしたらすーちゃんがどうしてもたこ焼きだったら食べれそうって言ったんだよね。だから今日はたこ焼きととんかつ、そんな組み合わせです。ん、パパ帰ってきた。パパちょっとぎゅし、抱きしてもいい。ぎゅしといて、しといて。寒いだね、今日急にね。びしょびしょになっちゃった。雨？びしょぶりだもん。え？あ、そう。びしょぶりの中1時間かかった、かかったから。今日はすーちゃんのリクエストでたこ焼きです。え？もうできてんの？今作ってるよ。びしょびしょだから一回ちょっとさっとシャワーしようか。はい、いよいよ。おいだし、見て、チーズ。クリームチーズね。さつまいもとチーズ、クリームチーズ。見て、美味しそう。見て、チーズタルト。うわ、超いい匂いする。今日はたこ焼きとチキンカツ。変な組み合わせだけどね、いいよね。変じゃないの。ほんと？たこ焼きとチキンカツってなんか変な組み合わせじゃない？大丈夫？すーちゃんリクエストだもんね。昨日風呂入ったらもう布団入らなくてもいいから、パパとスーの風呂今入ってみる。もちろん、今入っといて、今入っといて。入っといて、入っといて。100円引き。痛いの次はかゆい？うん。あー。痛かゆいか。早く治るといいね。いいよ。あ、パパー。よっこいしょー。いくよ。入れるぜ。Are you ready? Yeah. タコがいい人。はーい。タコがいいんだ。チーズとちくわとしらすがあります。全部食べたい。すーちゃん、タコだけ食べたい。おー、そう。すーちゃんのためにチーズやったけど、あんまりチーズって気分じゃなかった。タコが食べたいって言ってたもんだけど。じゃあ、まずタコだけの。ミニ生姜とかってあったっけ？あったあった。大人の方に入れよう。あ、なんか鰹節とかそういうの持ってる？あ、そうだね。でてて。ラプンツェルじゃん。そうだね。メルサだと思ってたわ。ラプンツェルじゃん。うん、そうだよ。ララ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 って早送り言うやつ。ああ、そういうことか。もうちょっとやっぱり水っぽい方が良さそう。なんかそうだね。うん、なんかもうちょっと出汁感がさ。あ、そうだね。なんかホットケーキみたいになってる。あ、でもいい感じだよ。うん、久しぶりだね、たこ焼き。うん、たこ焼きってすごい嬉しい。でもさ、やりたいことをさ、書いててさ、うん、いつかやりたいことも含めて全部書いてるさ、着物で毎日生活するっていうことがやりたいとこに入っててさ、意外とずっと思ってる。急にハードル上げすぎ。いや、でもなんかさ、そのあれでしょ、女の人のお化粧じゃないけど、なんかこう、とにかく背筋が伸びるでしょ。なんかスイッチが入らない、もうスイッチの入れ方忘れちゃったみたいな感じなのね、うん、なんかこう、シャキッとするってあるじゃん、うん、だからなんかそういうのもいいかなと思って。いいと思う。それがさ、そのなんかストレスになる人多いじゃん、うん、なんかもうすごい大変でさ、そんなことはないでしょ。逆になんか気合入るからいいかな、うん、早くたこ焼き食べたい。待って、今さ
元カリにしてあげてるから。もうすごい上手にできてきたじゃん、うんうん、いいね、たこ焼き。すーちゃんがたこ焼きがいいって言ったんだよ。なんでたこ焼きが良かったのって。たこ食べたいって言ったよね。よく思い出した。たこ焼き食べたい。待ちきれない。先生たこ多いね。嬉しいね。嬉しいよね。こんな感じで届いたってね。わあ、たくさん買っていただいて。朝みたいなさ、それこれ、俺がやったやつだ。あ、俺がやったの？笑えたわね。うんうん。なんか一緒に届けてくれてありがとうって言ってくれてたよ。今めっちゃ見つけてるから。すごいね。めちゃくちゃ嬉しい。うん、嬉しいよね、そうやって作ってもらえるのね。いやー、すごいな、この動画。すごい嬉しいよね。しっかり冷えたので切って朝ごはんにします。これちょっと真ん中のこと考えずにやっちゃったな。お前編集してくれてるよ。ねえ、嬉しいよね。朝から見つけて嬉しい動画だったわ。今日はすごいね。うん、今日はすごいよ。今日は朝からいっぱい降ってくるね。昨日話したからだよ、パパとママが。ね、そう思わない？引き寄せてるね。昨日もパパなんか寝る前に目がランランとなりそうなぐらい話してたじゃん。嬉しいね。今切ってるよ。ケーキ食べたい人。お口痛くないといいね。はい、お待たせ。お、すごい、こういう構造だったの。そうなんだよ、これ2層になってたの。だから手間がかかったんだけど、絶対美味しい。すごい、すごいじゃん。ちょっと写真撮りたい。うん、すごい美味しいよ、絶対。ねえ、パスーちゃん。これ2層になってるのよ。そう、そこによくぞ気がつきました。いや、気がつくでしょ。そう、これ取っとくの忘れた。チーズ層と芋クリーム層とタルトがあります。お、うまく取っていいじゃん。ちょっとそれインスタにあげといてよ、パパ。萌えとスーちゃんが作ったお芋のチーズクリームタルト。どう、スーちゃん、おいしい？クリーム前食べれると思うよ。ツルツルのやつだから。まだお口痛い？ちょっとね、このカリカリは痛いかもしれないけど、このクリームは大丈夫なはず。どう？おいしい？早く食べて、パパ。いただきます。お、パパと一緒にどうぞ。うん、おいしい。すごい美味しいでしょ。クオリティ高。お店のタルトみたいでしょ。ちょっとこのコーヒーと一緒に撮って写真撮っていい？でもさ、このちょっとタルトが焦げちゃってんだよね。めちゃめちゃ。それだけ巻き取っていいってことにする。うん、意外と簡単だったよね、すーちゃんこれね。すごいよ、ちょっとびっくりした。美味しくて、うん、冷蔵庫に入ってたよ。あのまま入ってたやつでしょ。はい、そうだね。パパの美味しい、いただきました。いけそう、これで。着物は向かない。いけるっしょ。いけそう、うん、秋のメニュー。いけるっしょ。なんかさ、いろんなさつまいもメニューとかさ、すごいすごい、その時期のさ、なんかこう季節感があるメニューってさ、日本っぽいんだって。さつまいもメニューとかさ、あ、時期があるとこね。うん、よかった、美味しくできたよね。また作らね、せんちゃんね。え、どういうこと？これ上と下のクリームは何となの？下がチーズケーキで、うん、上が芋クリーム。相当美味しい。あの、こしたりしたらもっと美味しくなるかな。相当美味しい。うん、美味しいよね。これがリッチじゃない？リッチリッチ。すごいこれ。うん。